そのものが載るってことは、しかも国語の教科書に載るってことは珍しいことで、しかも8ページっていうのが本当にびっくりして、うん、そのまま載っているっていうのをサンプルを見せてもらったときに驚いたと同時にすごく嬉しかったです。あの教科書も昔と比べて割と新しいものを取り入れていこうとしている動きがあるようになって、こういったその書き込んだりとか、国語の教科書で書き込むことってあまりないと思うんですけども、そもそもこの本自体もあのうちでとかあの読み物とかではなく、こういうノートの形のものっていうのは初めてだったので、教科書に載ったってことも初めてだったので、初めて尽くしです。やっぱり夢というものがあの曖昧なものではなくて、こう考えていくうちに具体化できる、自分なりのその夢を描けるという点、それを、本当にこう描ける、絵として描ける、言葉として引き出せるっていうのが今までにはなかったものなので、ちょっとその自分で書いて作品を作り上げるという観点が新しいんじゃないかなと思います。ただこう書いていくノートだけではなくて、最後にこう一つの自分だけのドリームツリーを作れるというシートもつけているので、これはやっぱり宝物にもなるし、ゆくゆく大きくなってからも見返してその頃のことを思い出したりできる、とても優れたものだと思っています。このツール自体、ドリームツリーというこのツール自体素晴らしいものなので、それを書籍に落とし込むという作業がとても苦労しました。ステップに分けるというところで、どういうふうに分けたらいいのかとか、子どもに伝わりやすくするのはどうすればいいのかということで、漫画とかを、漫画やイラストを多用してとっつきやすくするというので解決しました。やっぱり親子と対話してほしいっていうのがとてもあって、どうしてもこれを進めていくうちに親とか、保護者の方とかと話さなくちゃいけないというのがあるんですね。そういうふうに作っているので、そこで対立するかもしれないし、思わぬことが聞けるかもしれないし、なんていうか、やった後にこう絆が深まるような仕掛けではないですが、そういう作り方をしました。お客様からのハガキの帰りを見ていても、その最後にアンケートハガキで、あなたの夢は何ですかという項目をつけたんですけれども、やっぱりそこにこう自分の夢をこういっぱい書いてくれたりとか、保護者の方の例で自分を見直すきっかけになったとか、子どもと会話することができたっていうアンケートが入ってきたりしたので、やっぱりその狙いとしていった親子で話すとか、夢を共有する、親子で共有し合えるっていう目的が果たせたのかなというふうに思っています。こう人と人をつなぐような力がこの本にはあるんだなっていうのをいつも感じています。でもこの本を作ったことで本当にいろんな人と知り合うことができて、本当自分のためといったらあれですけれど、自分の成長につながった本でもあるので、とても思い入れがあるですね。で、小学校の授業とかにも行かせていただいて、この授業を見させていただいたりしたんですけれども、やっぱり子どもたちの生の姿を見ることができて、本当にいろいろなも姿を見て吸収することができて、自分の糧にもなっています。
私の確か例えばこの本が出てきたりとか。